三すくみとは、三つのものが互いに得意な相手と苦手な相手を一つずつ持つことで、三者とも身動きが取れなくなるような状態のことである。つまり、A は B に勝ち、B は C に勝ち、C は A に勝つ、という関係。例えば A が B を倒した場合、C に倒されるのがわかっているので動くことができない。無視権。 拳界相撲税1809年に矢印の向く、相手に勝つ、という関係を表す。トレードオフス原文、老氏食ヘビ、ヘビ食カわず、カわず食老氏、互い小食なり老氏は、ムカデのこと。正三角形の配置構造を、連鎖構造に、言葉として表記した。じゃんけんの勝負とは異なるが、互いの影響を説明する上で、三つどもえや、 三すくみと表現される説明が多くの理論で利用されている。産業組織論の主要なパラダイムとして構造行為成果がある。産業構造がその産業にいる企業の行為を決定し、行為が産業の成果を決定し、成果がその産業の構造を決定する。同様な論理構造としてが挙げられている。各要素の影響の強弱は1対1の関係では、 勝ち負けが発生する。気候状態が全体最適である、各要素が正三角形の位置に配置されている状態である。三すくみは位置関係と互いの距離によってバランスされている。蛇と飼わが位置のみで、かつから余裕で逃走可能な距離では成立しないという論理構造である。この状態で三匹が逃走するためには互いに距離を。 伸ばす必要があると説明されている。ありがとうございます。